ロスリン研究所は、スコットランド、ミッドロージアン、イースターブッシュにある畜産学の研究施設。エディンバラ大学の一部であり、バイオテクノロジー、生物科学研究会議より、資金提供を受けている。2017年9月、エレノア・ライリー教授が、デビッド・ヒューム教授の公認として、ロスリン研究所の所長を及び、エディンバラ大学のロイヤル・スクール・オブ・ベタネリー、 スタディーズの研究課長となった。ロスリン研究所は1993年にバイオテクノロジー生物科学研究会議の全学出資であるが独立の研究所として設立された。しかし、その期限は1919 19年にエディンバラ大学に設立された動物遺伝学研究所に遡ることができる。1947年、 イアグの専門的技術が2つの新たな研究機関、課金研究センターと動物飼育研究機関を形作るのに使われた。PRC はシンクレア家のロスリン礼拝堂で世界的に有名なミッドロージアン、ロスリン村の近くに位置していた。1980年代後半に変化があり、様々な種類の遺伝子研究が徐々にロスリンに統合されていった。 ロスリン研究所は1993年に始まった。2011年、芭蕉ロスリンから大学のイースター、ブッシュキャンパスに移転した。ただし、この世界的に有名な名前は今でも変えていない。イアム・ウィルムとキース・キャンベルらが大人の細胞からクローン化した最初の哺乳類であるドリーを作り出した1996年に、同研究所は、 国際的な名声を手に入れた。一年後、ポリーとモリーがクローン化された。この両方の羊は人遺伝子を含んでいた。研究所は特に量的遺伝学の応用を通じた家畜の改良、福祉の分野で動物科学に他にも多くの貢献をしてきた。2007年、ロスリン研究所のチームは抗がん剤を作るのに必要なタンパク質を含む。 卵を産むことのできる遺伝子組み換え取りを開発した。ロスリン研究所は動物生態学における世界クラスの研究を通して動物と人の生活を向上させることを目的としている。主な目的は4つの科学部門に分類されている。2007年4月、ロスリン研究所に伝達性海面上脳症の生物学の解読における役割で知られる。 動物衛生研究所の神経病院ユニットが加わった。2008年にはエディンバラ大学の医学部、獣医学部内にあるロイヤルスクールオブベターネディスタディーズと統合された。現在500人以上のスタッフと学生が在籍している。2011年3月、ミッドロージアンの村ロスリンからイースターブッシュにあるエディンバラ大学の獣医学キャンパスの6060 60万ポンドの 建物へ移転した。この建物は、ロイヤルスクール・オブ・ベター・ネディ・スタディーズの教授を行う、新たな建物の道路を挟んで向かいにある。この建物はグローバルな建築事務所、HDR ・インクにより設計された。ロスリン研究所と獣医学部は、モレズン研究所とスコティッシュ・アグリカルチュラル・カレッジと、共に、正式なコンソーシアムである、ザイスター。 ブッシュリサーチコンソーシアムの一部である。ありがとうございます。